ことと、配送された場合、みんな OK をするようにしてください。ゲーム中魅力投げないことと、観戦から魅力来てもありがとうチャット打たないでください。質問なければ始めていきたいと思います。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、霊能者です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。レイのあっ、全次元作ったよ。全次元作って配合を回せるためにやった。もうね、人狼でね、3CO1 時間もかかったらね、時間の無駄だと気づいたから、この頃。やっぱり村の時間を作った方がいいから、ね。夜が明けました。そもそも今、あれの期間中だからね、あと15回、40回は村やんなきゃいけないからね。まあでも、衣装取ったからまあいいんだけど、意地でもやらなくても。はい、4番白、占い師。役職に関して、霊能者は、まあ、1週目に出てくれる方が望ましいが、まあ、2週目でもいいから1日目には必ず出ること。で、騎士に関しては、まあ、出てもらった方が視点が進むから、まあ、出てくれた方が俺視点はありがたいけど、まあ、なんか、これ言っても出ない騎士が多いから、まあ、あんまり強要してもなと思うから、まあ、絶対に釣られないこと、と俺の占い位置に入ることだけは絶対にしないでほしいと思ってます。で、インスキンが出るとか合戦毎回やってくれればな。なんかあるかな。1ヶ月に1回だと。まあなんか、毎回15ポイントぐらいだからな。なんとなくとか、なんか言語化できない要素で喋ってほしくなくて、なんでそう思ったのかっていう理屈づけをね、結構重点的にしっかりとしてってほしいかなと。なんでそう思ったのかわかんないと怪しくなっちゃうか。まあ、その辺はちゃんと頑張ってほしいなと思いました。王様例のしたら 大惨敗食らったからね。のプレイヤーが発言します。おとなしくやろう。はい、占い仕様です。ランダムで5番さん白ハークお願いします。5番さん白ハークお願いします。そうですね、対抗出てるんであれなんですけども、しっかりと僕の方はですね、グレー精査の方とライン精査の方していきたいので、まあ、初日は単体精査になってしまうと思うんですが、2日目以降、ライン精査含めてしっかりと対抗が何なのか見極めていきたいと思っております。そうですね、進行論的なもので言うと、まあ、騎士に関しては、まあ、この状態で行くのであれば潜伏がいいかなと思います。はい、そうですね、出てきてほしいときは言いますね。あとはグレイチでトリーチに上がってしまった場合は、出てきてほしいかなというところ。まあ、霊能に関しては1周目から出てきてほしいかなと。6番さんの位置で出てきてもらっても、精査が変わってくることとかあるので、できれば1周目から出てきてくださいということです。以上です。8番さんどうぞ。8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。特に必要ないです。7番さん視点、6番さんは空気か何かですかね。6番さんに対しての精査、まあまあ、その位置で落とすのは難しいのかもしれないけど、一言も触れないとか、正直あるのかなって思いましたね。はい。まあ、6、7に関しては、まあ、2周目のグレー精査によるんですけど、7番さんってあんまり6番さんに対して敵対心みたいなもの持ってないのかなっていう印象を受けましたね。あんまり、なんか、芯っぽくないなって思っちゃったかな。うん。これ言語化できてない、に入るのかな。まあまあ、私はしたつもりですね。あんまりこの位置で進行論言うと色落ちなさそうだから、ちょっとあんまり言いたくないんですけど、言うことないんで言います。例えば私が6番に対して、もう6番の声嫌いだから釣るわ、めっちゃ釣るわ、もう釣り殺すわって言ったとして、それに対して、叩きが不当か正当かってところはまず置いといて、86狼か、ないしは6番死んだった時8番って狂人しかないよねって精査落とすのやめてください。9番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ、霊能精査についてですか？はい。今話題になってる。うん。みんなが言ってるね。うん。どっから始まりましたっけが。霊能精査しか触れてませんよね、皆さんね。じゃあ霊能精査話しますか。偽を釣るんですね、先に。で、芯を残すんですね。で、まあ、皆さんが村人と思ってもらうためにはね、発言のためにね、グレー精査と占い精査をね、力入れなきゃいけないわけで。つまり、
まあ、霊能、2番目とかが仮に起こったら、霊能精査っていうのは時間を短くしなければいけないってことですね。グレート占い精査中心なんで。ということは、頭の中でもう考えておくってことですね。発言の前に。で、発言ではなるべく短めに。うん。本来は芯を残すべきだけど、もう漏らせざるを得ないんだったら、まあ、どっちみち漏らするんだったらってことですよ。うん、もう短くしなきゃいけないってこと。ただ本来は決め打ちです。はい。1番のプレイヤーが発言します。に関しては、潜伏していいけども、なんだ、潜伏できていいけども、一瞬で一瞬っていうのは、わかるかなと思うけど、なんか、もやもやだったかなと思うし、7番さんに関しては、6番出てるのに、6番って8番さんが言ったように、あれ空気ですかって私も思ったかな。で、7番さんの話の中で対抗出てるのでって言ったのか、それとも対抗で出るのでって言ったのか、ちょっとその辺がちょっと聞き漏れちゃったんだけど、もし対抗で出るのでって言ったんだったら何にせよ確定なのかなって思ったかな。8番さんに関しては途中までいいなと思って、そのこの精査、7番さんに突っ込んでる精査はいいんだけど、うん、進行論言っても用事しないけどって、やっぱり進行論言うねって言って言いながら自分の感想を言ってる気がしたんだけどな。うん、その後の精査に関しては8は強靭なんとかかんとかってのはよくわかんなかった。9番は色落ちがない。2番のプレイヤーが発言します。じゃあ8番から。俺は7番が6番に触れてないことは気づけなかった。だから俺が気づけてない部分を指摘できている8番さん。一番いいのかなと。ただ最後の6、私が6を叩いて6が違うなんちゃらこうちゃらっていう話はちょっとわからなかった。はい、そのぐらいかな。9番さん、ちょっと9番さんを考察するのは難しいかな。何を拾っていいのかちょっとわからないな。9番さん、占い2人出てるので、まあ、占いにノータッチなんで、1番さんは7番さんが6番に触れてないことが気になったんでしょう。じゃあ9番さんが両占い師に触れてないことも気になるなと思うんですけど、そこは1番さんちょっと謎かな。3番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、これは僕の勝手な想像なんだけど、7番の発言の中で、2周目の霊媒が使用すると6番の精査変わってくるって発言残してるから、まあ、ワンチャン6番の占い師を聞いてない可能性はあると思った。7番って6番を対抗ではなく1グレーとして扱っているから、まあ、そこから察するに6番の占い師を聞いていないだけっていう可能性もあるかなって僕は聞いて思ってました。これは僕の想像ですけど、まあ、直近2番さんが、まあ、1番さんに言った、まあ、7番が6に触れないことがおかしいって1番が主張するんだったら、まあ、両占い師に触れてない9番にも気にするべきだっていうのは、まあ、ちょっとずれてるかなって感じですね。まあ、7番が対抗の6番に触れるっていうのと、まあ、9番というグレーが占いに触れるっていうのは、まあ、そもそも別だから、まあ、同じ土俵で扱う事柄ではないかなって僕は思ってます。はい。まあ、なんで2番がちょっと気になってるぐらいですかね、グレーは。4番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。はい、まず6番が偽であった場合に関しては狼かなと思っているかな。はい、その、民意にそぐような発言をしていることか、ごめんね、朝だから俺詰まってねえや。これ、ごめん、安直だけどね。で、7番が偽だったら共鳴の方が高いんかなと思っていて、7番ってあんまり新取りに来る気ねえなと思っていて、これは8番が指摘した通りなんだけど、7番視点って別に6番に迷惑かけてもいいから、7番って6番に対して敵対する気はないなと思ってるかな。だから8番が取った要素ってよかったなと思ってるから、8番が村っぽいけど、6番が狼の時の相方軸で8番だったらめっちゃ怖えなぐらいの位置ですね。ただ、おおむね初日の釣り地ではないのかなと思ってる。はい。9番に関しては人の話全く聞いてないから別に俺9から処刑でいいかなと思っていて、9番1番この2択から処刑をグレー詰めだったらしたいかなと思ってる。はい、そんぐらいかな。別に霊能の話なんかしてないし、9番さんは人の話聞いてないなと思ってる。それに対して指摘ができない1番2番っていうのがよくわからん。3番に関してはまあ、はい。5番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。村人陣営でした。ってわけで1周目の最後ね、気になってるのは9番さんの発言で、
9番さんっていうのは霊能のことに関して、釣り切んないことに対していろいろ言ってたんだけど、それって結局盤面が固まってから言えばいいと思ってるし、2番さんの1番さんが両占い師、違う、1番さんが、7番さん、9番さんか、9番さんが両占い師に、言ってないっていうことを1番さんが、は気にならないのっていう2番さんの指摘、2番さんが1番さんに突っ込んだっていうのも、別にそんな責めることじゃないと思ってるんだよね。はあ、だから自分の釣り、1番さんも特に怪しいところとかもなかったと思うけど、っていうことで俺は急にかなって思ってる。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、キューレの了解。おお、おっと、なんだなんだこれ。ちょっと待ってね。じゃあ4が狂人で、7番が狼か。なるほど。で、3が騎士ね。はい、了解です。まあ、これ、まあいいや。まあ、7浪起点において、8の相方が若干見にくいと思っていること、かつ、まあ、2番の様子がちょっと微妙だと思っていて、2番の主張した、まあ、1番が9番に指摘しないのはおかしいと言っているが、一番視点の発言の中で、9番は、精査ができないという旨で、9番自身が色を全然落としていないから精査ができないという旨の発言をしていることから、位置は9に関しての怪しい要素っていうのを言語化していると思ってるから、まあ、2番の位置の怪しみ要素がちょっと微妙かなと思ったかな。で、そのし、その要素を出した3番が若干村っぽいと思ってたんだけど、3が騎士、4強人で7がロー。だから、まあ、ほぼ2-5かな。でも、5番に関しては、急に怪しいというスケールは、まあ、なんとなくわかるから、やっぱ2かな。ってなると2だけど、まあ、2周目の発言聞いてみないとわかんないけど、とりあえず、7番釣りをしてほしいかなと思ってます。はい。まあ、8がローだったら怖いかなぐらいかな。はい。まあ、2番に色をつけたい。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい、まず皆さんに言いたいんですけれども、6番そんなこと触れてないんじゃなくて、1周目の時点だったので、初日3体精査して、2日目以降、6番さんのラインを見て、6番さんが、人外の何なのかっていうのを精査していくっていうふうに言ってたんですけども、8番さん全然話聞いてないですねっていうところ。それも気づいてない1番さんとか、どうなのっていう感じなんですけれども。うん、まあまあ、それはそこまでにしておきましょう。そうですね。三四四場面なので、6番三視点に立つと4強、7ローなんでしょ？で、4番三目線だと、どっちもあるのか。まあ、自分的には、占いから行くんであれば、4からかな。潜伏でいいもちょっとわからないし、まあ、6番三でもどちらでもぶっちゃけいいんですけどもってところ。で、グレーに関して一番やっぱり気になってるのは2番三。2番さんじゃない、失礼ですね。1番さんかなっていうところですね。1番さん、もう8番さんが乗っかりの意見で自分のことを叩いてたのかなっていうふうに感じたからかな。うん、まあ8番さんは、まあ、話を聞かない人なのかなと思ったぐらいかな。うん、まあ、2番さんはいろいろと話してましたし、3番さんなんか別な意味でなんか自分のことフォローしてくれてたんですけども、言ったつもりなので別に6番さんを無視して発言してたわけではないですよという、うん、6番さんしか発言してない状況で何言えばいいんですかって、じゃあ6、4の囲いがあるかもしれませんみたいなことを言えばよかったのかな。それよりグレースケールしっかりとしてた方がいいんじゃないのかなと思ったので、そういった発言をしたまでです。はい、占いどちらか。8番のプレイヤーが発言します。占い師に関しては現状4番と7番に違和感を持っていて、7番さんは6番さんに触れるよりもグレスケールを優先した方がいいんじゃないかって言っていたけれども、そもそも7番さんって2番手のスタートでグレーもいないからグレースケールを優先させる意味がよくわからませんでした。グレスケ提出できないでしょ、7の位置じゃ。で、7番さん6番さんに触れてましたって言ってましたけど、私にはちょっと汲み取れませんでした正直。あと7番3視点1番8番比べた時に1番の方が乗っかり位置だから1番が黒、8番に関しては話聞いてないだけかなって言ってましたけど、全然6番強人48ローローって視点持てるんじゃないんですかね、7番3視点だったら。だから1番8番で比べて1番の方にだけヘイトを向ける7番って正直違和感でしかないから、7番狼軸に置いた時って71ローローって結構見えるんじゃないかなって思いましたけどね。で、4番に関してはこれ7番も言ってたけど、潜伏した理由が私にはちょっとわからないかな。
5番さんの発言しか残ってなくて、6、7が出ていて、4番さんがそこで出ない選択を取る意味が正直わからないんですけど、7番さんがすらしないようにとか、6番がすらしないようにとか、そういうことですかね。まあ4番に関してはそこ理由言ってくれたらいいかなって思うかな。私2番さんの発言別に黒くないと思ってて、1番が9番に対して、なんだっけ、あ、1番ってそもそも7番に対して、6番に対して空気って思ったっていう8に同意しか言ってないから、9番視点って6、7、8空気って1番視点もなるんじゃないって思うけどね。占いとグレーは違うみたいに言ってましたけど。だから別に2番の1への指摘って私は良かったと思いましたけど、はい。まあそのくらいですかね。今日7か4行きたいと思ってます。以上。9番のプレイヤーが発言します。あ、そうですね。まあ4番と5番でいいんじゃないですか。あ、2人の息をついてるんですか。話を聞いてないからですね。え、4番が新占いだったら霊能誰だって考えませんか。3章だったら、うん、それはもう僕しかないんですよ、うん、誰がどう聞いても。 1,2 番が、え、5番、え、 1,2 番が論外、いや、あなたですよ論外は。うん、誰がどう見ても私霊能って思わないんですか。うん、え、6、7、8の話聞いてましたよ。でも僕、霊能だから霊能の話しかしないんですよ。自分の仕事は色を見ることなんで。グレーセンサーが仕事じゃないんですよ。うん。4号でいいんじゃないですか。4番に関してももうというとね、私ずらしたんですよ。2、2番目作るために。テンポ、わざと。なのに、私の後に出るっていうことはもうね、悪いんだけども、行動としてね、おかしいんだよ。本当に、占い持ってる人なら俺よりも早いはずなんだよ。俺はもうテンポずらしたんだよ。そこでチャットは打たなかったんだよ。誰か偽物出てくれないかなと思って。本当に持ってたらさ、俺よりも早いはずなんだよ。俺は早くなかったんだよ。タイミングをかなりずらしました。自分の中で遅めに。で、それで俺の後になんで占い持ってる人がこれ出てくんのっていう不思議な点があるのと、4号でいいよ。うん。5番黒いから。うん。しょうがないでしょ。うん。え？9番を釣る？いやいや、笑わせないでくださいよ。9番最白でしょ？うん。だって霊能なんですよ、この人。どう考えても霊能以外ありえないでしょ。え、これ見て霊能と思わないの？うん。いや、5番みたいな人がいるから、ロラするんだよ。俺を見ても。だから反省のために5番でいいよ。4、5でいいよ。うん。1番のプレイヤーが発言します。4番さんの話の中で、9番に触ってない1、2っておかしいって言ったけど、2番さんは追求してたよ。1番に対して、なんで9の精査しへんのって、そこがおかしいし、私、9番さん役持ちかなと思ったし、発言、一番最後になっちゃって、時間足りへんかってね。だから9番もういいやと思って、あんだけ言ってるから多分役持ってんねやろなっていう目線だから、私9の精査いらんと思ったから、だから色落ちないって言ったよ。ほら役立ったじゃん。はい。その目線で、8番さん7、1って追ってるのもちょっともおかしいし、6番目線で5番が主力なのもおかしいかなと思ってるし、もう全部にね、はい。芯がないと思ってるかな。7番、6番に触ってないんじゃないの？ 1 個も触ってなかったと思うよ。うん。それもそうだし、4番出るのが遅いし、わざわざなんで潜伏する理由があるのかも私にはわからんかな。その場面で出りゃいいじゃんと思うし。難しいね。グレーだった私、5がすり寄ってきたのかなって目線。ただね、5番さんが言っていた9番さんのその盤面揃ってから霊能の話すればいいんじゃないかって。そこはな、まあまあ分からんでもないとは思うけど。私も4号が見えるかなって思った目線はあるかな。8の要素、釣り位置、どうなんやろ。いや、2番の指摘はまっとうやと思うけど。私、9に触ってないのは事実やし。かな。8番がすごく防衛反応あるなと思う目線はあるけどね。はい。私は思うとこに出る。2番のプレイヤーが発言します。サイクロ1番、グレー1番。はい。1番さんです。5番の位置から9番を釣り寄すっていうのは普通やと。9番さんその発言をして役って思ってもらいたかったってこと？だから役を透かしたの。じゃああんまり潜伏意味ないんじゃない？それ9番さん、俺は5番さんの位置で9番釣り寄すって普通やと思うけどな。で、4番さんはその位置で潜伏は何を狙ったのかちょっと分かんないないと。6、7が出てるわけでしょ。
ちょっとわかんないわ、4番さん、その1で潜伏する理由が。俺、4番さんから行こうかな。まあ、4番の発言次第で、時点で何なのかな。7番さん、なんか1だけが、みたいに言ってたけど、それって正直8から始まってで、俺も言ってるからね、それ。なんで1だけになるんやろと思って。7番さんのせい。なんで1だけなんですか。で、最終便乗、便乗って言ったら最終便乗1、俺になるねんけどな。7番さんの1がちょっと不思議やったかな。でも 4番さんの潜伏理由がそれ以上にわかんないかな。何を狙ったんですか、4番さん。3番のプレイヤーが発言します。まあ処刑は僕7番でいいかなと思ってるんですけどね、まあ、4番さんっていうのは占い師としての発言がまだ聞けていないから精査不能ですし、6番は2周目のスケールでそこまでおかしいことは言ってなかったから7番処刑でいいかなと思いますね。まあ、7番は占い師っていうよりかは占い師を精査する人物に僕は聞こえてるんで、あまりなんか占いっぽくないなと思ってるんですよね。まあ、7番さんが一番最初にしたことって、6番目線は4強神7狼になりますよねって言って。で、4目線は、まあ、どちらもあるのかみたいな。なんか7が足んだったら、4番6番の人外目線の話をする必要がないし、7番が4番連れ押した理由が、4番の潜伏理由もわからないって言ってますけど、まあそれは7が足んだったら4番なんか人外なんだから、人外の潜伏理由なんて考える必要なくねえなって。だから7番って、なんか精査をしてる方なんですよ。なんか、だから、占い視点ではないから、うん、4番の潜伏理由がわからないから4釣りっていうのは、占い師がする発言ではなく、グレーがする発言だから、7番はほぼ人外かなって僕は思ってますよ。まあ、俺が今追ってるのが、4神7強6狼とかなんですけど、まあ、7番が強人で4番の神が見えている6狼、もしくは7狼の46神強。かなと思ってるんで、7番の色情報釣りで見ればいいかなって感じですね。はい。まあ、グレーの狼位置は、まあ、8番あたりかなって見てるんですけど、まあ、これは結構適当なんで、あんま当てにしないでください。どうせ僕噛まれるんで、村で話し合っちゃってください。まあ、9番さんはもうちょっとね、落ち着きましょう。はい。7番入れます。4番のプレイヤーが発言します。はい。まずじゃあ潜伏した理由ね、潜伏した理由。はい。6番、7番っていうね、人外を逃がしたくなかった。特に7番。はい。7番っていう人物は、村からあんだけ叩かれて、6番に対しての敵対心がない。これは8番が拾った要素だから、7番は6番に対しての敵対心がないことから、7番が霊能スライドするかなって裏見えてたんだよね。だから、あんまり逃がしたくないから潜伏しました。タイミングずらしました。はい。キューバさんに関しては申し訳ない。ごめんね。はい。現段階においてグレーで一番引っかかってるのは8番かな。俺、6番狼、7番狂人で見ていて、8番視点で、なんだろう、6番を真に見てるんでしょ、8番って。6番真に見てるんであれば、4番が狂人出てきてる風に見えんの。はい。まして、6番の発言、6と7で比較して、村目線で割と6の方がいい、6の方がいいってなっていった中で、6が真占いであれば、俺が狂人であれば、真占いの占い先1個吸収してるんだよね。はい。俯瞰に立った時にね、客観視。俺が出る意味がないんですけど、はい。俺人外で追うんだったら、村目線って7神、6人外で4が狼で出てきた。6は狂人でね、4が狼で出てきた。はい。この線で追うんだったらまだ100歩譲ってわかる。はい。今日は7番を処刑してくれ。多分7番って狂人だと思ってるから、6番が大手で破綻すると思ってるから。はい。そうなった場合って、俺が噛み抜かれてしまうと思ってるから、そうなった場合の、人外一筆頭は8番っていうだけを、残していこうかなと思ってるかな。8番視点で、674の、左右つけたのが俺は違和感でしかない。6神に見えるんだったら、俺って狂人くない？はい。5番のプレイヤーが発言します。はい。まず、キューパーさんに関しては、そういう発言で、汲み取れなくて申し訳なかったですっていうところ。4番さんに関しては、8番さんっていうのが、占い師について順位つけてるっていうけど、そういう順位つけって、結構 LINE とかになっちゃうから、わざわざ出してこないんじゃないかなって思っちゃうんだけど。うん、ただ、今日は、そうだね、俺3番さんの、岸さんの、いう通りでいいと思ってて、7番さんの視点っていうのが、なんかね、探す意欲あんのかな、本当に。だから今日7つって、
まあ自分に白くれてる人なんですけどね、7つってそれ色見て、そしたら6が破綻するかどうかっていうのもわかるし、そっから見てもいいんじゃないかなって思っています。気になってるのは1番さん。1番さんっていうのは自分に対してすり売りなのかなっていう発言を残しつつ、なんだったっけ？ちょっと待って。俺の怪しいって言ったところ。怪しいって言ったところどこだったっけ？メモ取るの忘れちった。そっか、2番さんを疑うところっていうのが怪しい。って言ったんやっけ。2番さんの発言って真っ当だったよって。で、自分は92で釣り1上げてて、それって1番さんと目線が違うから、1番さんって5をもっと怪しんでもいいんじゃないかなって思っちゃってんだよね。なんかヘイトを変えたくないように感じてしまいました。はい、今日は7いきます。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票によって、私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。はい、まあ、しょうがないですね。僕が真の占い師でしたというところだけ言いたいかな。で、4番さんが言ってたのかな、3番さんが言ってたのかな、なんだ、対抗の占い師の目線で発言っていうふうに言うのであれば、4番さんも同じことをしてたんですけども、そこはどう思ったのかなっていうところ、まあ、3番さんが言ってたのかな、確か。っていうところなんですけども。あとは、そうだな、対抗というよりはグレースケール落としていった方がムラリがあると思うので、そうですね。僕はやっぱり一番気になるのは1番さんかな。で、8番さんも2番さんも言ってたけど、2番さんが、6、7を精査したのと、1番さんが6、7を精査したのって、内容に違いもあるし、9番さんのことも言ってるという部分で、追加しますね。なので、2番さんの方、2番さんより1番さんの方が黒いんじゃないかという発言を残したんですけれどもっていう。乗っかりプラス他のこと言ってましたよねっていう。乗っかりなのかしかもっていうふうに感じたんだけどなっていう。そう。まあそれを言っても上げ足になるんであればって感じかな。まあ8番さんが自分のことを言うのって6、7しか言うところないから、それはもうしょうがないじゃないですかっていうところで、同じことを言ってるのにっていう意味では、一番さんが一番乗っかってるんではないかという発言ですけども、はい。なんか違ったのかなっていう。まあそうですね。まあしょうがないんで、頑張ってください。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。わかんないよ。まあ黒だったら村でかいんだけど、白だったらわかんないよね。まあ4号はね。謝る気持ちがあるから、ヒョウは入れなかったよ。ヒョウちゃんは単純野郎だから。さっきの怒りのランテージの時の27番はね、謝りもしなかったからね。もちろんつって負けましたよ。昨夜追放されたものは、人狼ではありません。たとえ7が死んでも多分、7死んだから5は多分ないから多分、1、2、8にいるんでしょ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。4番、5番のプレイヤーが人狼が身分の開示を選択しました。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。3番、5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。破綻して自爆したか。で、4番さん噛まれてる以上、4番さん死んだったってことやね。いや、違うか、そっか、そうっていう限りもないのか。
そっか、七神のこともあるか。え、七神？七神追えないな、俺。そうなってくると、やっぱ四神って考え、でも四番さんの選択、はぁ、あ。ちょっと待ってくださいね。ごめんなさいね。考えますね。待って。7で破体になって、6っていうのが呪縛します。四神の可能性あるから、四神に占われそうな場所っていうのを追わせたかったってことなんかな。そしたら4番さんっていうのは8番さん占いたい。違う、怪しんでたんから、8番さん占いちゅうね。そしたら8番さんっていうのはそう簡単に4番さんのこと構わんと思うんだよね。4番、だから俺8番さんを白弾きして、9番さん霊の師匠、1、2のどっちか、か。そしたらやっぱ前日のハルカの発言からして、1番さんっていうのはなんでもっと俺のことを叩かなかったんだろうっていうのがすごい気になる。2番さん怪しくないよって言ってるのに関わらず、俺って2番さんのことを怪しんでるから、それっていうのは、1番さんにとって目線が違うってことで、5番さんって黒くなってくるんじゃないの？ってわけで俺は1に入れます。8番のプレイヤーが発言します。まあ、今日私釣り入れた方がいいんじゃないって正直思っちゃいますけどね。まあ、5番に関しては、どうなんだろう。まあまあ、まあいいわ、5番は。で、私、1番の発言が結構やばいなと思ってて、1番さん視点破綻しちゃってますけど、大丈夫ですか？ 9 番さんに釣られちゃったんですかね。4号神って 100% ないんですよ。4号神だった場合って、4番がそもそも黒結果だった場合、6番テニスで、7番が真の5番白だから、4号って100つながり得ないんですよ。4番が白結果だった場合、5番が狼だったとしても、6番が真になってくるし、まあ言いたいことわかりますよね。4号神100ないから、1番がそこで4号神提出したのって、がっつり視点破綻してるなと思ってて、それを2から5まで突っ込まないのが正直違和感でしかなかったんですけど、5番がわざわざ4番の新占い師が透けてる状況下で、6号神7強人ってことでしょ。4番の新占い師が透けてる状況下でわざわざ4番に歯向かって、8番は別に、8番順位付けするの普通とかっていうのがあんまり見えないなとは思っていて、ただ、先方として4番噛んで、あ、4番噛まれて、1番かどっかに釣り誘導かけつつ、8番が釣られて、最後、やっぱ8は白だったよ、1でしょみたいなこと言ってる先方もありえなくはないかなと思うんで、完全に村置きまでは厳しいかなってところですかね。6番狼軸に考えた時のライン軸、私正直提出できないけど、発言単体一番おかしいと思ってますよ。まあ、今日私釣りでいいんじゃないんですか？9番のプレイヤーが発言します。じゃあ、8でいいんじゃないですか。いや、もっと戦ってくれるかと思ったら、私釣りでいいのか。いや、1とか2とか押さなかったら、あなた視点、完全な勝ち気にはならないんじゃないですか。5番がない、7の強人でもいいやって、こいつ潰しちゃえと思わない限りは、まあ、8、1、2にいいんでしょ。いや、8番が別に戦うんだったら1でよかったんだけど、なんで俺釣ってくれてんだろうと思って。別に8でも1でも2でも、まあ、時点で5でも別に4番を噛む意味あるよ。だって、7か4に真いるんだから噛めばいいじゃんって話だから。別に誰でもあるよ。8だけじゃないんだけど。1でも2でも、まあ、5番って多分ほぼないと思うけど、5番でもあるんだけど。だから別に、8番が柱発言する必要が全くないはずなんだけど。悪いんだけど、柱発言って黒いんだけど、俺にとって。もう黒い行為でさ。いや、村の人がそんなこと言って釣られたら意味ないんじゃないかなって思うんだけど。いや、もったいないと思うんだけど、村だったら戦ってほしいんだけど。1が怪しかったら1やればいいのに。本当に白っぽく見せるためなのかわかんないんだけど。必要ないと思うんだけども。まあ、4番が8怪しんでたから8でいいんじゃない？もう走らしたんだったら。でかくなれば1、2、5の3分の 1？ まあ、1、2の2分の1みたいな感じになると思うよ。で、50% で負けるんだよ。もう。ベースに走らしなかったら好きなとこ行けって言おうと思ったんだけど。1が怪しかったら1って戦えばいいのに。ってことで俺も8行くわ。走らしたのに負けたくねえし。まあいいんじゃねえ。もう普通に戦ってほしかったわ。1番のプレイヤーが発言します。人号の精査を使うし、8番のその実利発言もようわからんよ。だってさ、二縄しかないのになんで実利すんの？
一周目においてはなんか疑わないで狂人と見ないでねって言って防御反応ありありやし、一番の指定破綻があるんだったらおかしいじゃん。人狼だったら指定破綻できないでしょ。人狼って分かってるわけやから。じゃないですかね。そしたらいちいち白くなるんじゃない？だから黒塗りできなくなっちゃったんじゃないかなと思ったりするけど。だから今、4が死んなんか7が死んなんかっていう発言を落としてない5番ってもっと怪しくなるんじゃないの？ 8 番って。そうでしょ？そこじゃなくって、単体生産の812の黒い要素を拾っていくべきじゃないの？じゃない？2番の発言において私、4と5、釣りをしてる目線があるから、そこで黒いって言われたかどうか分からへんけど、釣りをしてるのがおかしいから黒だったん？でも4番釣りたいって言ったんでしょ？ 2 番も。弱く。2番のプレイヤーが発言します。5番さんは占い真偽だけ教えてグレーのコスを全くしてないな。まあ、6番がなぜ自爆したかって言ったら4番に白を打ってるから7番釣って、で例の結果白やから7番が、だから6番が破綻したから自爆した、ただそれだけです。だから7か4がどっちか真かは分からん。まあ多分4が真やと思うけど、うん、5番さんの黒目は。もうね、6、8で、なんで7番があんなに端まで降ってかかってんの？精査かな。っていう感じなんだけど、6、8で5番さんの7番の占い位置に入んの？で、8番さんは、その話を聞いて。わかんないけど、1番釣るか。俺のことを怪しいとは。もう5は8信じたんでしょ？もう知らねえよ、もう俺も。8番さんの釣り位置今1やってる。もう1釣るわ。もう1でいいんでしょ、もう。発言を聞いて。で、俺を怪しいのしてもらってもいい？一番怪しいけど、よく考えてみると、冷静になれよって話で。8、6でどうして7番にあんなにぶったらいてんの？異常なほどぶったらいてんの？7死んだったらやばいんだけど。超絶占い位置に入るんだけど、いやいや、8ってどういうプレイヤーなの、これ。俺は今、8号で迷ってますね。はい。8号で迷ってます、僕は。え、1番とかいかねえの、この2番も。どうすんの、これ。その疑いには、どんな根拠？8、5で迷ってますって言ってるで、2番が。とりあえず1を消さないとわけわかんないんだろ、5番が。5番村の可能性があるし、まあ8も、ね、知らんけど、もうみんなで迷って。面白そうだから1行くわ。5に8。1番のプレイヤーが発言します。誰？いや、俺が面白くて言うだけど。ちょっと待って。これって話なんだよ。1と8、5? 私と8番さんね。私、8番と1番、どっちが黒いか考えてくれたらいいよ。じゃあ。1番って私、5にも8にも2にも平と負けてるよ。俺、1で負けそうな気分。それでも9番私に来る？しかし、もう死ねえんだけど。村でしかないじゃん。てか、5番を押してる時点でやべえんだけど、この2番も1番も。2番の方だけやで。少なくても5番はないでしょう。じゃない？一瞬目において、まだ8が残ってた方が勝ちじゃんじゃねえもん、これ。一番精査、あれ、一番、そう、残っただけよ。だから私、2番にも5番にも8番にも黒要素があるからっていう説明をしてるのに、なんで1番取ろうとするのかね、9番さん。おかしいな話だよね。どうせ1が負け、つられ、ね、まだ残ってると負ける未来しか見えねえから。発言して、どったらこったよ。私8番行ってないよ。1がさて最初場面つられっから。ちょっと5番って何のグレーの人に来てないもん。まだ5、2、8で殴り合った方が勝ち筋あるんじゃねえかなっていう。1が残ったら確定で1で負けるから、もう。まあ、柱発言した理由は、単純に村目線6、8狼ってめちゃくちゃ見やすいと思ってるから、だったら濁るくらいだったら8番つってグレー精査した方が良くないっていう視点なんですけど。何考えて7の進化の可能性があるし、単純に私視点1番が一番おかしいと思っていたから、8、1ローラしてくれたら勝てるかなって思ってたんですよね。よく考えたら見にくいわ。1番さんの2周目の発言聞いた時に、1番さんって人狼だったら視点破綻するわけないでしょみたいな言ってましたけど、村でも視点破綻しないんですよ。ただ一番が5番に入れる行動って、ラッシュールっぽくないのはわかる。ただ1は単体で発言おかしいよ。
4番って言ったら5番がグレーセットしてないって言ったんですけど、5番って別に8に対して狼を言ってなくて、8に関しては白はずきみたいな話だから、それってグレー精査じゃないの。どっちかっつうと2番に関しても、なんか5番が占い精査落としてないから5番怪しいみたいに言ってましたけど、人外の可能性ないよ。だから5番さんが狼で4番の白占いに逆らって、8を白で見る構図があんまりいいんだから、5は白だと思う。っていうこともあるけど、もうしょうがない。1ずつらないと多分確定 P、確定負け食らう。投票放棄したやつが人外なんだから。1はね、申し訳ないけどね、多分ね、残っててもね、曲げる。あっち行ったらね、1行って曲げる未来しか見えねえ。5番投票してるぐらいだからもう、やばいと思う。1はもうね、これはね、申し訳ないけどね、投票が残ってても曲げるっていう枠。申し訳ねえんだけど。追放されるプレイヤーは、1番、1番申し訳ねえわ、これ。を発表してください。白はじき。5番は8番、白はじきなんでしょ？だったら2しか取れるとこないよね。はい。じゃあ、指定破綻したのはごめんね。はい。いいよ。私、残らん方がよかったかと思って。そう、はい、悪いね、1番。1番が多分残ってるとね、すっげえ付け込まれるからさ。あとさ、5番に、ローの可能性もあるけど、普通に考えてみれよ。いやーもうこれ8番がローだったらなんかぶったらえてるってこと？信号。占い1に入ってもいいから。7の指名を落としてってこと？5番だと 6-5? 2番の 5-8 を追う。2番、確かに1番が白だったんだよな。昨夜追放されたものは、うん、もうこれね、間違いだったのかな。8から釣ってればよかったのかな。いや、この方が過失じゃんじゃねえかな、と踏んで。夜が明けました。おい、残ってんだけど、俺が。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番。のプレイヤーが発言します。いやーもうわかりませんね。1番に関してはね、申し訳ないけどね、多分ね、味釣った後ね、1が確定で多分釣られるよ未来しか見えないっていう、うん、ちょっとその4号を押したの、うん、いやそんなの俺は霊能で適当に言ってるだけに過ぎないからね。さすがに4号本当に押したら怪しまれるに決まってんじゃん。うん、4番だったらまだ100分ずつわかるけど、5番まで行くってことはもうあれなんだからもうっていうことで、かなり HP が低いだろうっていう。しかしね、俺が残されるとは思わなくてね、もうわかりませんね。258ね。はぁ、わかんないっすね。はぁ、258はもうわかんないっす。いやー残されると思ってなかったね。8がいいのか、2がいいのか。まあ、どうしよう。あ、違う、何、俺が1番行ったからって残してんのかな。いや、どっか考えたら6、8だとして7番の占い位置に入る、あんな異常なぶったらきをするだろうかって冷静に考えてね。で、5番だと7番、強人だったら釣ってもいいわと思ったのかしか考えらんねえんだよね。うん、2番。1の村は当たってたんだけど。いやー、悪いんだけど、5番が、強人でも行ったのかな。5番を疑ってたから1番をこう、やるざるを得ないっていう感じで、8、2じゃないかなって思うんだけど。まあ、8、2だと思うんだけどね、5番。まあ、5番だったら強人を切りしてたってことか。まあ、困ったね、俺が残されるとはね、2番行こうかな。2番。のプレイヤーが発言します。はい、じゃあ5番に行くぐらいやったら28で決めてください。9番さん、はい、俺も8番かな。俺は8番かなって思ってます。さっきの発言で58で迷ったけど、もう8番で決めたんで8番連投しました。うん、5番に対しての俺の精査で捏造があったので、8番さん、5番ってグレー精査できないんじゃなくて、占い必要のない占い精査をしてグレー精査をしてなかった。できない。投票にするよ、投票に。でもね、8番が占いじゃないでしょ。8番に対して別に何の色も落ちて、いや、騎士も4番守ってくんねえ、もう。広げてなくて。俺守んなくていいじゃん。4番守ってくんねえ、もう。4番騎士だと思ってたら、さすがに死んだと思ったら。いや、それをしてないっていう話をしてる。うん、4番もね。なんで、なんで8番目線、5番は、4号ね、誰の精査もできないで終わる。さっきの村の2ならなんか謝りもしねえから、あいつら。うん。っていうか、8番目線って、ね、なんで5番があの時怪しくなかったの？あれでね。なんで自分が釣りなので、2番か8番だと思うけど。あの5番の発言、あの全く考察してない5番の発言を聞いて、投票だ。俺が噛まれるよ。で、私釣って。で、1番。なんでそう言えたんかなと思うの。
俺はもう8番かな。8番いきますね。5番だったら負けが。なんて言うんだろう。投票にしよう。8番。俺はもう8番にいきます。俺は投票にする。はい、以上。5番。5番。のプレイヤーが1番以下だけでよかったか。はい。よろしくお願いします。自分はもう8番さん白弾きしてるんで2番さんでいきますね。6、8っていうのがすごい考えづらくて、うん、わざわざ順位付けして、そういうふうにラインを作ってくるっていうことをしないと思っております。うん、逆理論はしないでいきますね。で、2番さん、俺って俺なりに精査を落としてるつもりで、うん、そういう意味で8番さんのグレー精査もしてるし、1番さんに関しては自分と目線が違うっていうところで精査も落としてるし。いいの？うん。柱してるけどね。柱した方釣った方がいいって、ゲームになりそうだけど。まあ、決戦投票の時か。聞いて、8と1、どっちか迷ったけど、うん、確かに9番さんが言ったのにね、8番さんの、なんだっけ。いや、別に柱を除外するとね。発言？なんでこんなに占い師に入ってんだろうっていう。最初は8に入れたんだけど、やっぱどうしても8っていうのは強人だと思って潰してんのこれも。からね、そこまで読んでんの。それよりか2番さんっていうのは、俺が相方で7が死んだったら、あんなにぶったらぐんだけど、異常なぐらい。俺なりに分かんないもんだって。ただでも、7あれ、死んあるかなっていうことだって残してるし。1日目の2週目の時にも、もうしょうがねえんじゃねえ、もう5番の信用を。じゃあ自分がローだってこと。いや、まあ8番だったらまあいいんじゃねえ、もうしょうがねえよな。3番頼むのに4番守ってくんねえ、こんなもん。相方破綻させる？わざわざ。4番守ってよかったっていうところで、ね、信の可能性があったじゃん、4番って別に。8番のプレイヤーが発言します。頭いでえな、5番。2番にまず言いたいのが、2番は私の発言を多分取り違えてるところがあって、5番だったら1番が5番に対してグレー精査全くしてないじゃんって言っているから、いや5番っていうのは発言上では初の白弾きをしていましたよ。それってグレー精査じゃないのって1番に言った後に、2番も5番に対して占い師の精査つけてないふうに言ってるけれども、5番が狼だった時に私は4番が新占い師って好きでるにもかかわらず、4番が怪しんでる8に対してわざわざ白置きする？まあ白置きまではしなかったんだけど、ヘイト替えさせるような発言をする意味がわからないから、5番に関してはそもそも白で置いているって言ったんですよ。で、2番に関しては初日から、まあ、覚えてるかわかんないけど、1番に対しての精査でまあいいって評価を下してたから、1番の視点破綻が気になって、1番で81ロラって発言なんで、で、5番が実利発言に負けたくないから8いるでしょ。実利発言に負けたくないからって、どういう意味ですかねって思っちゃいますけど。単体で発言おかしいなってずっと思ってるのは2番で、ただ5番の表行動っていうのは、正直、白弾きしてる人間に対してやる行動じゃないなとは思っているので、難しいなって感じかな。ただ、56狼7強ってことでしょ。56狼7強4狼で8に対して白置き。見えないですけどね、やっぱり。まあ、しょうがねえよな、うん、これ。2、6ローローンじゃないかなって、現状は思って。意思ができたら4番守ってほしかったな、うん。はい、以上です。4番が死んだろ、多分いい女面で。話してる内容とかも。どんな根拠もう、これはしょうがねえけど、8番に行った方がいいのか。まあ、もう、しょうがねえよな。これのミスだろ。1番、2番つった。これが先般だな。おい、自投票してんじゃねえよ、まずよ。戦ってくれよ。終了しました。あのさ、こんなのひどいんだけど。自投票してんじゃねえよ、まずよ。発表してください。8号か。あら、8もあったか、5もあったか。まあ、俺は8番や3、8番がローやと思ってるから、まあ、5番さんに、まあ、言っても仕方ないけど。だから5番は、まあ、もう占い精査必要ないねんって、この。5番かよ。いや、諦めんなよ、じゃなくて、5が行くって、5番だったのか。まあ、申し訳ねえな。9番がどこ行こう。あのさ。まあ、そんなことあるよね。5番さん、占い審議だから必要ないねんって。4番が審議。1番に行かなきゃよかったね。8番に行けばよかったね。8番に行って、1、2、2、5番行ってもらえばよかったね。俺がミスったね。5番さん、自分が白になるだけやから。占い精査って5番さん目線絶対にいらないねん。だからそれをしてグレー考察してないっておかしいでしょ。1番に行かなきゃよかったね。うん。
あのさ、柱熱いのがやめてくんねえ、もうよ。俺は8番。7番ぶったられてるっていう8番にはすごいメリットが、はい、あの、プラスの要素があるんだから4番みたいに俺は8番に行かねえわ。4番みたいに浮かずに8なんて押さねえわ。冷静に考えて。俺は8番やと思ってた。多分。いや、5番でしょ。もう人狼に気をつけてください。8番、だって4番は5番に行ってから5番なんでしょ。あの、いや、騎士が守ってほしかっただろう。せめて守ってくんねえ、もうよ。いや、もう、まあ、いろいろあったけどね、守ってほしかったな。昨夜追放されたもの、まあ、人狼ではありませんでした。自分の気持ちは票に入れてほしい。紛らめてるプレイヤーとかさ。いやー、5番が村に見えるっつうか、これ、守らなきゃダメだって、これ。1名の方4番守りのもう、レベルだろ、もう、これ。ゲーム終了。無理だって、4番守ってくれないのは。4守りしなきゃ無理だ。